どうも皆さんお待たせいたしました、大地でございます。皆さんカレーには何を入れますか？まあそのままカレーをノーマルで食っても美味しいですね。カツカレー、チーズカレー、あとウインナーカレーありますね。私はカレーにこちら納豆を入れるんですね。カレーに納豆はねえだろうと、そういう人もいるであろうね。そんなこと言っているようじゃまだまだですよ。ノンノンですよ、ノンノン。一回でいいからね、騙されたと思ってね、カレーにね、納豆を入れてみてくださいよ。ほら、うまそうでしょ。これをね、ちょっとこう混ぜてあげるわけですよ。ほら、これがうまいんだわ、本当に。いただきます。うまい。ということで皆さんもぜひ納豆カレーやってみてはいかがでしょうか。それではまたどこかでお会いいたしましょう。グッバイ。というのは冗談で、メインはこんなものじゃございません。リクエストコーナーですね。はい、今回のリクエストはこちらですね。炭酸水と麦茶をどっちも入れたらビールになるらしいですよ。なるほど、これ実に面白い、いいリクエストですね。リクエストポイント650点です。これはもうほんと、もう YouTuber がやりそうなネタではございませんか。ということで早速やってみましょう。はい、用意するものこちら、炭酸水と麦茶でございます。麦茶から入れよう。入れる順番とかあるのか分かんないけども、こんぐらいでいいのかな。55なのか64なのかちょっと分かんないな。炭酸水を入れたいと思います。あー、色はでもそれっぽい。え、それっぽいよ色は。ねえ、ビールは好きですよ。いや、あまり好きじゃないかも。これいただきます。匂いは麦茶。これはね、これはやってくれたよ。なんだっけ、下村さん。これはやってくれたよ、下村さん。いや、下村さんちゃった、やってくれたよ、これ。だってこの泡感といいね、このね、グラスにある泡感、そして色、そしてこの、これ最初に飲んだ何とも言えないこのクッっていうのがね、来るわけよ。これはビールっぽい。ビールではない、さすがに。ビールもやっぱ麦ですから、あれは。麦茶。これはね、もどきですよ。ビールもどき。あー。炭酸水と麦茶。この二つを用意すれば、作れちゃうんだから、ビール。ビールもどきを。これ皆さんぜひやってみてください。まあ、俺だったらビールを買うけど。これはなかなかいい企画をね、やってくれたよ、下村さん。やってくれちゃったよ。あー、これビールだわ。味は麦茶なんだけどね。麦茶が強いね。ただこの最初にこの喉越しっつうの、口の中でシュワッつうのがね、ちょっと最初のあのビールを食っていうあれに近いのよ。これみんな嘘だと思うならやってみた方がいいよ。未成年はね、そのビール飲めないからわからないかもしれない。未成年超えてる人ですね。はい、もう成人の方はぜひこれやってみたらどうですか。多分分かると思う、俺の言ってることがね。ああ、なるほど、これはね、美味しいとは言わない。美味しいとは言わないよ。もうね、これリクエストポイント2000点あげちゃう。説明しよう。この2000点というのは特に意味はない。だがそれでいい。動画を見てくれたことには感謝する。次回の動画も見るか見ないかは自分で決めろ。おい、エレン、ここを掃除し直せ。はい、ということで皆さんどんどんね、こうリクエスト、何かやってほしいことあったらぜひコメント欄の方お願いいたします。つまんなかったら高評価、面白かったら高評価、チャンネル登録もお願いします。俺ウィンク下手なんだよな。